どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は、テスラですね。過去にテスラがどういう自動車会社なのか、テスラがどういった会社なのか、モデル3試乗もしてどこに革新性があったのかっていうことを動画にしました。その時に工場って実際どうなのコメントも結構ありまして、工場の凄さをですね改めて深掘りさせていただきたいと思ってます。今回は DMM ファンザさん、いやファンザではないですね、DMM の製造業の方ですね。オンライン展示会があるということで、スポンサードいただいています。来場無料と、製造業ものづくりウィーク9月28から30、ものづくり太郎も登壇ということで、概要欄をチェックいただければ、新しいことをお話しさせていただきたいと思ってますので、ふるってご参加いただきたいと思います。タイプは、浅見優馬ですね。ということで、テスラ第2弾、行きましょう。テスラの成長が実は止まってないということで、2019年から2021年の販売台数は 2.5 倍になってます。2019年は35万台ぐらいでしたね。それがですね、2021年の販売台数100万台目前になってまして、93万台を売り上げていると。営業利益率は2022年1月期から3月期ですね、 19.3% 叩き出すと、これは自動車会社過去最高じゃないですか。トヨタは 10% 程度ですよね。まあ 10% いかない程度です。ああ素晴らしいというか、どうなっとんねんって感じですよね。ギガファクトリーを続々と建設し、生産が増えた分販売台数が増加していると。中国では上海ギガファクトリーが稼働し、 EU だとドイツギガファクトリーが稼働し、アメリカでもですね、新しくテキサスギガファクトリーが稼働してます。1年あたりの成長率は今後数年はですね 50% 超えを確信してると、あのイーロン・マスクが発言してるわけですね。テスラの優位性はじゃあどこにあるんですかと。テスラの強みは言うまでもなくてですね、サプライチェーンを関係なく一から構築できるっていう点ですよね。なんて言うんですか、トヨタはまあ保護していくみたいな方針じゃないですか。日産はまあ切るとは言ってないんですけど、品質のコスト優れたところ、今までのお付き合いというよりはそこが優れた企業と付き合っていくっていう方針ですよね。ほんとちょっとよくわかんないんですけど、テスラの優位性はそこにもあるわけですね。サプライチェーンを新たに構築していくので、最新の設備等を導入していって、そこに忖度する必要がないわけですよね。これも動画とかですね、イーロン・マスクがツイートで発言してまして、自動車ボディの作り方を革新したと。世界最大のアルミ大キャストマシンということで、昔はテスラもですね、モノコック製法ということでアンダーボディですね、ここをですね作ってましたが、プレス部品はあるわ、射出成形品はあるわ、まあ、鋳造等あるということで、いろんな部品で構成されて、様々な工程が絡んでおりまして、じゃあどのくらいの部品点数があったかというと、70部品でこのパーツというかですね、車の筐体を構成していたわけですよね。で、一方ですね、現在どうなってるかっていうと、モデル Y だとなんと2パーツになってると。で、その一つずつのパーツをですね、重量5500トンという大きなこの大キャストマシン、ギガプレスっていう、これテスラが名付けてるわけじゃなくて、イタリアの IDRA 製ということで、このイドラー社がですね、ギガプレスという風に名付けてるみたいです。その名前の通りですね、巨大大キャストマシンになってまして、70部品が現在はこの1回のバコン!グーって加圧をかけてですね、そこに対してアルミを流していくということで、1部品になって出るわけですね。この一部品もですね、アルミ大キャストでそんな自動車部品できるのっていう感じですが、ねじれ合成も向上してるし、板厚も薄型化してると。軽量化合成向上の他にも実は優位性があるわけですね。まあこういった自動車の求められるスペックも叶えつつ、じゃあ他にどういったメリットがあるか。ギガプレスのとんでも効果ですね。単なる性能進化だけじゃないということで、サイバートラック用に次回はですね、9000トンの大キャストマシンを作ったとか言ってますけど、実際にここら辺の部品を1回のバンって作るという感じですね。今サイクルタイム100秒ぐらいって言ってるわけですけど、効果としては、まずボディ工場のですね、サイズが 30% 削減できたと。ということは、装置が減ったわけですね。仙台の産業用ロボットがモデル3等では必要だった。例えば溶接とか、他の工程で必要だったんですけども、このギガプレスをですね、導入すると、その70部品が1工程に集約されますので、溶接等も少なくなるわけですよね。700台になんと削減できて300台浮いたわけですよね。サイクルタイムもう 25% 短縮でき、まだまだ終わりませんと。機械の未稼働時間が 10% 短縮されていると。サプライチェーンの優位性も出てくるっていうことで、70部品ということで、自社でその70部品を全て作るわけじゃないんで、いろんな協力会社に70部品を依頼してテスラの工場に運んできてもらって
って溶接をするわけですから、サプライチェーンリスクマネジメントの優位性も起こるわけで、例えば輸送費なんかも削減できるわけですね。輸送費が下がるということであれば、温室効果ガスを排出しないわけですから、グリーンにもなるわけですよね。そして各工程の、サプライチェーン上の人件費も低減できると。実はですね、その部品が集約化できると非常に効果があるわけですよね。例えばトヨタの TNGA のお話もしてるんですけど、あれって装置を 25% 削減できたわけですけど、それ以上の効果があるんじゃないかなって感じですよね。今後はその前方にもこれを適用してくるということで、さらにロボット数をですね、テスラだけで300台削減するということで、全体のですねロボット数を半分以下にすることができるそうですと。そうすれば原価低減につながりますから、やばいですよね。自動車性能とさらに工場効率の2個取りをこのギガプレスっていうのはやってのけたわけですよね。すごいと。ここに対して各メーカーも追従してると。部品の集約化が今後進んでくることは想像に難くないと。ボルボに関しても新ラインに1200億円を投資します。で、100部品を1部品化すると。もう完全にテスラを真似てますよね。アウディとかメルセデス、こういった部品を作ってますよね。ドイツのですね、グルーニュワールド、よくわかんないですけど、木村鋳造所が協業してこういったものを作ってくると。これはベンツですけども、最小肉厚2ミリですね。かなり板薄ですよね、の実現が可能と。要するにかなり圧力をかけれるので、きめ細かい板厚のところまでアルミをですね浸透させると、液体を入れることができるようになっている。30部品を1部品化するということで、これもベンツですけども、そういったことができるようになるよというふうに言ってます。一括生成する方法で、これはこの波が来てるんで、日本でも今後取り入れられくるだろうということは、想像に難くないんじゃないかなと思いますと。ということで、巨大なワークが生まれるわけですよ。今までっていうのは70部品あったものが1部品になるわけですから、ワークがでかくすると。そうするとどういった工程というか、どういった生産技術が必要になるかっていうことですよね。実は地域でアプローチ方法が全く異なっておりまして、例えば米国ですよね。もうモンスターマシン一択ということで、広大な土地がありますから、土地を惜しみなく使用した工場で、こういった門型のゴリゴリのマシニングセンターをですね専用機で作っちゃうみたいなことができるわけですね。で、一方の欧州はですね、彼らはスマートでございまして、ロボットを加工用の CNC で動かすと。産業用ロボットを使って、例えばアルミのダイキャスト製品をですね、こんなものを作るとですね、穴加工をしたいとか、このバリ取りをしたいみたいな工程が生まれてくるんですよね。それをアメリカだと一つの、マシニングセンターに入れてやろうとするんですけど、欧州人はどういう風に考えるかっていうと、ロボットを使ってそこの加工をやっちゃえっていうことなんですね。そうするとロボットだけの投資ですと、大型の設備の投資が必要ないですよ考え方なんですよ。柔軟な発想で産業ロボットを利用すると。一方の日本は何かっていうと、工作機械はコストが合わないとか、ね、熟練職人の寒骨に頼り、所有加工機で加工をしていくみたいな、加工機とかですね、どうしようかなって感じですね。部品を大きく作れないみたいなジレンマがここにあるわけですよね。柔軟な欧州と、そして我が道を行く米国っていう両極端ですよね。じゃあ日本どうするかっていうことでございますと、今までのですね日本人の生産業者の概念で言うと、いやいや産業ロボットでそんな削り出すなんて難しいだろ、そんなできるわけないっていう発想なんですよね。で、実際にこの岩田ツールなんかにもですね、取材に行ってロボット店の動画で出してるんですけど、そもそもそんなことはできないということは最初思ったそうなんですね。なぜかっていうと、工作機械っていうのは非常に合成、カチカチの精度を作り込んでですね削っていくわけで、ロボットなんて6軸とか5軸なわけですよ。そうすると軸が遠くに行くほどですね、すり合わせ技術が必要で、しかもロボットが膨張するわけですよね。鉄とか鋳物でできてるわけですから、精度もブレてくる。そこにですね切削工具をつけるとですね、その削る時に力が作用するんで、ロボットがたわんじゃうんですね。なので加工そもそも向かないんじゃないのっていう風に言っていたわけですよ。なんで欧州はできるかっていうと、実はロボットが違うわけですね。作りがどこに違いがあるかっていうと、欧州は例えばこれ筐体がアルミなんですね。アルミっていうことはですね、熱伝導率がいいのでそこまで膨張しないと。そしてですね、潤滑剤もオイルなんですよね。放熱性が良いため精度が出やすいんです。
ですね。そして加工用の CNC を搭載してますので、もう加工専用のロボットみたいな感じになってるわけですよ。切削等の加工にも使用ができるようになってると。一方の日本はどうなってるかっていうと、まあ、筐体は鉄ですよ。潤滑剤はグリスですよ。さらに熱がこもりやすいと。なんでグリスを使うかっていうと、オイルを使うとですね、まあ漏れやすいわけですよね。漏れるとそれって工場の人間が嫌うわけですよ。イノベーションの妨げになると。一概に産業ロボットといっても作り方が全く違うと。設計層がそもそも異なるわけですね。運搬や塗装等での利用に限られて、物に当てるとか圧力をかけるみたいな動作を構想してですね、作られてないと。精度を出す使い方を知らない、まあ、知らないというよりはそういった使い方をしてこなかったわけですね。日本のロボットは切削加工には実は最適化されてないわけでございます。しかしながら、実はこういった制御を行って、このロボットの切削加工で世界から依頼が舞い込む、そういった日本のロボットシステムインテグレーターさんがいるわけですね。これ案件ではなくてですね、工場にお邪魔させていただいて、これは面白いと。最新のこれは製造業トレンドだなっていうことで、ちょっと動画にさせてくださいということでお願いして、今回取材を申し込んでですね、工場に訪問しておりますので、案件で上げてるわけではありません。ヘミング加工のスペシャリストということで、自動車業界で生産技術されてる方であれば知ってる方も多いんじゃないですか。トライエンジニアリングさんですね。日本のロボットメーカー、このノウハウがないわけで、制御のノウハウがないわけでございますので、なんとあのファナックとかですね、なんとあの安川さんがですね、頭を神戸を垂れですね、トライさん教えてください教えてくださいって、あのファナック頭を下げて押しを請うそうですと。ヘミング加工とは何かっていうと、曲げ加工の一種でございまして、こういった自動車の、まあ、バンパーなんか上げてもらうとわかるようにですね、縁ですね。ここちょっと写真が黒くてわかりにくいんですが、一枚の板と板をですね、こういう風に覆うような加工をヘミング加工と言います。図にしますとこんな感じで、こうやってベコンと曲げてあげる感じですね。加工効果としては、まあ、安全性が向上とか強度アップすると。世界のこのヘミング加工装置の6割以上をそのトライエンジニアリングさんが実は担ってるわけですよね。工場行くとですね、海外のどこのメーカーとは言わないんですけど、自動車メーカーのボディ部品が飾ってあると。自動車を支える、まあ、技術と言っていいと思います。世界で初めて製品化に成功した革新技術ということで、ヘミング加工をですね、昔は金型等でやってたんですけども、トライさんがロボットでやるとか言うとですね、いや、お前そんなできるわけねえじゃんみたいなこと言われたんですが、やってのけたと。ロボットヘミングシステムということで、もともとプレス機だったんですけど、こういう風にロボットですね、加圧しながら押していくと。板金の反発やロボットの振動、そこを自動制御していくと。要するにこの折り曲げるわけですから、加圧すると回転材ということで、まあ粘りがあるということで押し戻されるわけですよね。ここの制御が難しいと。この制御、切削工具もですね、加工するときに、振動とか押し戻されるわけですよ。ゴリゴリ削るんで。なのでこの制御技術をですね、切削加工に応用したと。安川ですとか MSI とですね、共同開発もしているそうですね。システム構築すると実機も見せてもらって、ここにですね、ドリルとかですね、エンドミルをつけることができると。あ、ここですね、ここについてるわけですよね。切り替えもできると。いろんな加工できますよと。研磨とか穴開けとかフライス、バリ取り等の加工をすでに実用化してるわけですね。なのでギガプレスでですね、バコンとアルミを作り出しても、後々ロボットで加工ができますよと。ロボットの加工領域、制御領域を今拡大してきた立役者になっていると。ここだけじゃなくて、今後は自動車以外でもこの制御が必要になってくるよということですね。次世代航空機でも利用される。どこで利用されるかっていうと、そもそもですね、今後20年間で航空機産業っていうのは7兆2000億ドルの需要が見込まれると。7兆ってすごいですね。100兆円ぐらいですか。え ?100 兆円じゃない、960兆円らしいですね。やばいですね。窓の数がですね、この飛行機になると1機ですね、86枚ぐらいあると。これボーイング737型機で、もうちょっとジャンボになるともっと必要になってくるかもしれないですね。ボーイングだとですね、20年間で 43,610 機を製造すると。そうするとですね、窓の合計として375万枚の加工が必要になってくるわけですね。これをモンスターマシンでこの穴開けをしようとすると、ものすごく大変で、効率を上げないといけないということで、大型マシニングセンターで加工するよりも、ロボットをですね、この航空機の筐体の横に置いてですね、加工をしていこうという、そういう試みが
始まって、加工時間の短縮とか設備投資の低減が図れる、その両立を狙っていくということですね。こうするとですね、切削工具で加工していくわけですから熱を持っちゃうんですね。その時にまあセミドライ加工という方法がありまして、クーラントをですね霧状にしてかけてあげると。これも実は日本企業匠がおりましてですね、名刺交換させていただいて、へえそうなってんだっていうことを教えていただきましたね。自動車以外でも需要が高くなる制御方法なので、黄色いところがですね頭を下げると、もうあんな感じじゃないですか、大和田常務ぐらいじゃないですか、お願いしますみたいなこのトライさんですね、すごいのは切削だけじゃないということで、ロボットを使った新しい加工や工法ということで、FSW もなんと、安川のロボットで展示されてましたけど、やっていくと。マザクさんにこんなことをですね、共有しちゃうと怒られそうですけども、FSW やると。工作機械と比べても小スペースで、加工自由度が向上すると。自動車フレーム溶接の新工法ということで、こんなこともやられてました。もともとはモノコックなので、最後、このドアをつけるときですね、下のシャーシというか、板金物にですね、溶接するときっていうのは1箇所だけだったんですね。従来品っていうのはモノコックっていうのは溶接が1箇所なわけですよ。しかし進行法だと、ここにですね、1枚板金をかまして、打点数をですね、増やして、まあ1箇所、2箇所だったりすると思うんですけど、打点数を増やして、後ほどその外側のボデー板金を溶接してあげるという感じなんですね。そうすると、まあ溶接箇所が多いんで、剛性がアップするわけですね。しかしながら、ロボットって、溶接ロボットっていうのはこっちとこっちから回り込まないといけないんですけども、新しい工法っていうのはこの片側でバシバシと溶接できると。これもロボット制御が必要ということで、こういったことでもトライエンジニアリングさんはトライされておりましたね。インナーフレーム2箇所できる、まあ打点数が多くなるような溶接ができると。進行法の片側加圧溶接であれば、フレーム剛性を溶接打点数が上がるわけですから高くできるわけですね。ロボットメーカーがですね、丹沢くんってね、トライソンって言って、ファナック芸人なんでね、頭を下げる理由がここにあるという感じですね。ということで、テスラ第2弾ということで、まあ、最新の加工トレンドというかですね、ロボットトレンドを紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。ということで、以上でございます。お疲れ様でございました。こんな感じで、ね、今回はテスラの革新性ということで、まあトヨタの人とも話したんですが、あのギガプレスねーみたいな感じで言ってましたね。もうトヨタはさ、一つ新工場さ、テスラの真似でいいから立ててみればいいよね。サプライヤーも大事だけどさ、新工法みたいなの考えてみてもいいと思いますよ。どうせ後乗りするんでしょって感じですよ。みんな入れ始めたらさ、ドイツのメーカー入れ始めたら入れざるを得ないじゃん。だから早めにやっちゃっていいと思いますという感じですね。もちろんそのサプライヤーも守っていかないといけないんで、しかしまあ効率のいい方法は、まあ採択していくっていう必要があるのかなと思いますよね。まあこんな感じで、ものづくり情報をですね、いつも発信しております。ものづくり関連で働いている方、ものづくりが好きな方、そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方は、ぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そしてトライさんがなんか安川とファナックを使ってですね、どっちの方が制御がしやすいのかを競ってみるみたいな、ホコタテ対決みたいなね、ホコタテじゃないですけど、その性能対決みたいなことをするそうです。それを僕動画にしたいと思ってますんで、その動画してほしい方はですね、ぜひもういいねマークをしてください。でいいねマークがもう1000を超えればですね、トライさんに言ってですね、こんなにいいねがあるってみんなそのファナックと安川を対決してほしいってことを言ってたから、ぜひそれ動画にさせてくださいって言いに行きますから、よろしくお願いします。まあ結論としては、浅見ゆまが好きっていうことですね。浅見ゆまが僕は好きです。もう引退しちゃったけど、もう俺の2個上だからさ、やばいよね。一回お会いしたよね。ということで DMM さんから仕事をもらったんで、しっかり展示会成功させてですね、その紹介してもらうっていうことで一回お会いしたいという感じですね。ということで次回の動画に行く前に、スポンサー動画でございます。日本の製造業のウェブ構築レベルっていうのは本当に最悪、良くない。ほとんどの企業のウェブページで新規顧客を獲得できるような作りになってないんですね。このものづくり太郎がコンサルをさせていただきます。安心してください。製造業に特化して1000社以上のウェブページを作ってきた企業と今回コラボをさせていただきます。ぜひ一緒にやりましょう。概要欄からチェック。はい、ということで、次回は未定となっておりますが、おそらく三菱電機福山製作所に行ってきたんで、その回になると思いますよね。楽しみにお待ちください。以上になります。また次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。じゃあね。バイバイ。ありがとうございました。こっちもね、お待ちしてます。今日の千葉ちゃんの一言。
急に AV 女優さんの話をぶっ込んできて、ちょっとなんか編集しながらなんだかなと思ったんですが、ぜひ皆さんいいねボタンお願いします。今日も見ていただきありがとうございました。